うまく扱えるといいな。で、今ね、チャパエフの、リクエスト解説があったんで、解説して今乗るって感じです。で、アイアザワさん、こんにちは。チャンネルポイントっていうのを使う手段を設けまして、例えばね、今ね、チョコクロさんが、まあ、ちょっと今間違ってポイント使ったんですけど、なんか、そういう感じで、こう、リクエストをしたり、あと、この船の解説してとか、この船乗ってとかっていうのの、リクエストをできるようにしてみました。で、出撃リクエスト券っていうのを今、アイアザワさんを使う方ごとになりますけど、使います？どうします？これに乗ってほしいよっていうリクエストが出せるっていうやつですね、それ。別にないっすって言ったら僕拒否してポイントを引き返しますから。マップは、破片制圧戦、破片の制圧戦で、ティアトップですね。駆逐艦はシラッチューのみ。空母戦場って感じですね。こんにちは。こんにちは。ロン請求権はないですか？ないですね。むしろ僕が請求したいですね。まあ、駆逐が少ないんで、チャパエフの、最大の強みを生かす機会は少なそうですね。なので、遠距離砲撃っていうのをメインになるかなって感じですね。まあ、とりあえず、で、あれですね、この、レーダー、有効範囲は有効にしてた方がいいかな。あと、チャパエフの場合は、この艦艇発、航空発見距離と対空射程同じなんで。本当だ！治った。で、まあ多分、チャパエフを初めて乗るときって多分、レーダーを初めて使うときだと思うんですけど、レーダーの使い方って二つあって、一つは、チャパエフとかが使える強みを生かすと、見つかってから撃てば絶対見えるっていう。逆探知レーダーの役割はあるんですけど、もう一個は、こうやって、キャップエリアにレーダー範囲全域を被せておくんですよね。で、そうすると、キャップエリアに入った瞬間、焚けば見えるから、っていう感じで、レーダー範囲をキャップエリアに被せておいて、待機っていう。こうしておくと、この位置にいるんですけど、A 防衛してることになってるんですよね。レーダーの使い方って主にその二つな気がします。あとは連携とか、あと状況確認っていう意味でレーダー焚いたりしますけど、駆逐に対して有効的に使いたい時のレーダーの運用は多分この二つです。他は島浦、例えばこっち行こうとしてる時に、ここに敵がいないかどうかで結構リスクが変わるじゃないですか。それの確認とかで使ったりしますけど、プラン戦とかだとね。まあ、ランダー戦でも使うか。オルチ。で、ここで、この状態だと A 防衛ができてるんだけど、打ち合いに参加できないですよね。だから打ち合いに参加するために、この A 防衛の体制を解除するかどうかが今あれなんですけど、これ A に敵がめっちゃ来てて、A 側の味方が逆に少ないんで、もうこれ引いちゃっていいかな。引いて火力を出す姿勢に変えましょう。あ。撃てるだけ撃ちますか。あー外した。あ、いいね、味方が当ててくれた。あー外した。はい、チャンスの3回を1回も当てれませんでした。危なーし。あとは、下がって、遠方巡洋として働きましょう。当てなかったなぁ。一応弾道は優秀な方なので、
当てやすい部類の船であるんで、頑張っていきましょう。おはぎ00133、航線距離ってどれくらいを維持すればいいですか？やりたいときって変わるんですけど、基本的には、敵艦艇の方が多いときには、これくらい、これくらいっていうか、最大射程ギリギリぐらいがベスト。膠着してるときかな、戦線が膠着してるとき、敵も味方も攻めれないよっていう状況のときには、もうリスク取る必要が全くないんで、最大限リスクが少ない方がいいんで、最大距離ぐらいでいいと思います。で、押せ押せで結構、攻めたいときには、こういう風に最大射程だと、ああやって下がられたら、射程外に入っちゃって、火力出せなくなっちゃうじゃないですか。そういうときにはもうちょっと近づいたりしますけど。基本的には、遠くていいかな。遠くていいかなっていうか、なるべく、離れて当てたいじゃないですか。相手のアウトレンジから当てたいけど、でも離れすぎると当てにくいし、っていうところのなんか、シーソーゲームなんだけど。あとはもしタンク役の船なんだったら、ある程度は出てあげないと、味方だけが死んじゃうっていうのもあるし。一旦炊いてみようか、ワンちゃん引っかからないね。引っかからないけど、なんかチャパが近づいてきたっていう威圧でキャップから追い出せた気はする。このままバックしてたら入るんじゃねえか。入った。あー、炊くタイミングがちょっとずれてたか。思ったより火事壊れないな。火災が発生。ナノマテリアルによる欠損箇所の再構築完了。嘘が回ってきたんで、下がりましょうかね。逆方面も優勢なんで、ここ耐える必要ないんで、戻れ指示だけ出して下がりましょうか。カズエッツさん、ウラジオがしばらく外にいたらよかったのに、って思った。いや、これ多分 A 押されるから別にこれはこれでいいかな。だし、あのフソを気づかなかったら怖いけど、気づけたんであんまり問題ないと思います。気づけてちゃんと距離が取れてるんで、だいたい15キロぐらいかな。でも今日は真面目にやってますよ。鑑定紹介してって言われたしね。鑑定紹介してって言われてんのに真面目にやってなかったらちょっとあれだしね。15キロぐらいかな、打ち合うんだったら。15キロだとちょっと近いかなって感じはする。で、打ち合うときはもうこの姿勢にしておいて、でちょっと速度は変えたりしておくと避けやすい。で、この数、この何人にロックされてるかと、今こっちに方向けてたから多分こいつだなってなった時に、でずっと前に動いてたじゃないですか。で減速するとかやって前に落ちるんですよ。前に行く読みで撃ってるからって敵は。で、その時にフルでやっちゃうと、フルから減速するのってすごく時間かかるけど、フルから減速にするのには結構時間かかるんですけど、4分の3から減速にすると時間短縮になるじゃないですか。で、多分ね、敵からするとね、この角度の巡洋艦のスピードがフルなのか4分の3なのかって多分判断しにくいんで、結構これで弾はごまかせます。さすがに多分半分とかまで行くとね、煙の方向的に多分バレるんだけど。ただ、
全然敵が狙ってくるってか、味方が逆に狙われてるんで、もうちょっと近寄ってもいいかな。ちょっと下がりすぎたかな。B に敵が入ってますね。これ、あれなんだよ。あれなんだよね。ここで遠方巡洋として働き続けるか、B に行って B 防衛レーダー艦として働くかの選択がまた生まれてるんですけど、B 防衛レーダー艦として行った方が良さそうだったけど、ミハイルが落ちます。空母戦場なので見てくんねえかなって感じはするけど、ダメかな。私たちの艦隊が優勢。でも油断はダメ。ずっとバックし続けてんな。B 取りに行くか。多分 A は無理だから。いや、イズマル落とすか。イズマル落としてから考えるか。プエルトリコじゃなかった。フィンゾーゲンだった。プエルトリコがいるから、レーダー艦いるからと思ったけど、そういや、ティア8戦場だった、ここ。で、このミハイルが死んだら僕が狙われるんで、ただイズマルは倒しておきたいな。倒せないか、燃えないかな。あー残念。支援攻撃を要請。目標の座標を清掃。ナイス。そしたらあとはイズマルとかの戦艦に気をつけながらフソを遠距離で撃ちましょうか。近いんで逃げ続けて。このままこっちにいてよかったかもな。いや、フソ HE 体制が狙われなくなったな。狙われなくなったからスピード落としていいかな。HE 耐性高いなこいつ。ほんと燃えてー。あら、よくわからなくてリクエスト出してなら言ってました。申し訳ない。いや大丈夫です、問題ないですよ。消した。で、フソと9キロって近いんですけど、まず私が狙われてないのと、私が狙われていないのと、フソを倒した後あんまり離れすぎると戦力外になっちゃうんで、あんまり離れたくないなってことで今バックしてますけど。フソ硬すぎ。狙われたな。逃げようか。もう一回バック。一応魚雷流しておこうか。あ、でもさすがにこれはちょっと近すぎたかもね。これは加速。あーちょっと遅いか。こういうルートで戻りますか。
どうせあの火がつかないとダメージ出ないんで、あの HE でダメージ出すというよりは火をつける方向に。ナイスナイス、助かった。終了予定時刻まで残り5分。各艦に通達、指定の目標に攻撃を集中。最後のチャパで、フソーとの打ち合いは慣れてからにしてくださいね。慣れてないと多分、ぶち抜かれて、あへーへーってなるんで。一応なんか100ミリ走行使って、運も絡みつつ避けてたんですけど。まあ、あれですね、でも、意外と100ミリなんで、強制貫通はできないんで、腹で受けようと思えば、なんとかはなります。私たちの、まあ入っちゃう時あるんで、あんまり対応するもんではないですけど、さっきはなんか相手さんの負装が味方の負装とかを結構狙いたがってたので、あそこまで近づいたりしてましたけど、やっぱ巡洋の方がいいな。巡洋の方が乗りやすいな。一応、なんか、チャパーらしさは出たな。最初ここで、あの位置から A 防衛がちゃんとできてるっていう感じの、レーダー艦との位置取りをして、その後はプッシュしてきた戦艦に対して、遠方巡洋艦として動き続けて、みたいな、そんな感じの運用で、なんか、チャパーらしさは出した、戦闘だった気がします。トップティアだったけどね。トップティアだから動きやすかったっていうのはあるけど。オーゲーミングさんが空気を読んでトップティアにしてくれたのかもしれない。はい。チョコクロさん、ありがとうございました。参考になりました。めっちゃ丁寧に説明してみた。はい。以下、リスナーからの補足です。補足があればどうぞ。もしくは逆に、ポジャさんこうやってたけど、ここダメだよとかっていうのがあれば、ここで今書いておいてください。一緒に動画になります。オブジェアベアウェさん、マップ把握も大切ですね。どこまで届くか考えないとアドリブじゃきつい。まあレーダー艦だね。そうだね。レーダー艦を使うようになってくると、マップの理解とかも結構大事ですね。さらにチャパらしさが出たかもしれない。まあでも今の戦場もなんだろう、今の環境って感じはするよね。はい。だそうです。はい、落ちたところで。ここまでが動画になるかな。